ふん、もう何も言うまい。ほう、どうやらわかったようだな。おとなしく財布を渡すのだ。嫌だね。今までの私と一緒だと思うなよ。なん？だと？お前らにバレない場所に財布は隠しておいた。対応の仕方が小学生だな。しかし困ったな。これじゃあ今回新実装された SSR 犬巻トゲのガチャをやることができなくなってしまう。ガハハハハ。今回ばかりは作戦勝ちというやつだ。なんだマリサ。今どうしようか悩んでるんだ。うぷ主の財布ならここにあるけど。なぜだ？なぜバレたんだー？でかしたぞマリサ。ちなみにその財布はどこにあったんだ？私の帽子の中に入ってた。うぷ主がバカでよかったわ。ああ、バカな。こんなことで財布が取られてしまうとは。素晴らしいよマリサ。これで新しいトゲくんをお迎えに行くことができる。さあ、頼む。1周年が近いから課金は控えめにしてくれ。ああ、そういえばそうだな。だが断る。だがまあ、出たらすぐに撤退するようにしようか。また10月も、野菜炒めもやしたっぷり生活はちょっと勘弁してもらいたい。ということなので頑張って当てに行きましょう。マジで頼みます。今は節約するべきなんだ。相当必死だな。もしかして私たちが知らない何か大きな買い物でもしたのか？呪術廻戦、ファントムパレード。ふざけ散れ！やはり私はいつも通り縛られたままなんですね。そうだよ。そうしないと財布を奪い取りに来るだろ。まあお前なんかに取られるような霊夢ちゃんではないがな。さて今回は優勝怪獣が約9000あって、無償怪獣が6000の合計1万5000個か。そこに無料チケットを含めると合計60連だな。いつもより少なくない？安心しろ。なくなったら足せばいいだけ。いつも通りだな。私が言えることはただ一つ、早めに当たりますように。運営にいいな。そんじゃあ早速無料チケットからやっていきましょう。黒線来い。残念ながら来なかったな。この前のファンファレチケット660連で感じたけど、やっぱり黒線来ないと厳しいよね。とか言ってたら SSR キャラ来たぞ。最高だ。ここでトゲくんをゲットして終わりにして。セバスチャンチャンネルはトゲチャンネルなんだから。果たしてどうなるかな。残業は嫌いです。私も残業は大嫌いです。今日7人か。これで4突目ぐらいになるのかな。まあ監督キャラじゃないだけマシだよね。他は聴覚演出とか来る？よかった。かけられるわ。役立てるよ。聴覚演出はなかったけど、今日7人の突追いができたから OK だな。これで無料チケット分は終了で、ここからが怪獣の出番だな。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろ本気を見せちゃおうかな。最初から本気出せよ金食い虫。いて。てダダ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 ダ。ちょっと静かにしてようか。はい、すいません。どこから取り出したのそのレーザー銃？やっぱり SSR が出た後だとちょっと厳しいね。まあもしかしたら昇格する可能性も 0% ではないからね。少しでもかけられるわ。福岡文庫新影流頑張れ私。まあまあやっぱりこんなもんじゃろうな。ここで気をつけなくちゃいけないのは、これは通常ガチャであってファンファレチケットではないことだね。あの勢いのまま行くとマジで課金がヤバくなっちゃうから。え？それは別に良くない？だって私たちのお金じゃないし。それはそうなんだがな。とりあえずは早めに当ててやろうぜ。まあ頑張ってみるけどどうなるかは運次第だぜ。やっぱりダメそうです。 SSR の回想残機すら出てこないのはちょっと悲しいな。俺の術師まずは渡っ引き玉で役立てるよ。かけられるわ。よかった30連目は特になーし。お次は40連目か。そろそろ SSR が欲しいよな。虹色が見たいです。いいね、楽しくなってきた。来た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 。
た。すんげえ久しぶりに五条先生演出来たぞー。待て、まだキャラが来ると決まったわけじゃない。もしかしたら回想残死の可能性もあるから注意しないと。キャラ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 来たぞー。おい、さらにもう一体キャラがいたぞ。これはもうトゲに体力とかあるんじゃないか。期待していいのか、期待していいのか。確かこの次だったよな。ここでトゲだったなら2枚抜きの可能性も。ふざけつれ。新 SSR エヌマズトゲを無事に40連でゲット。よかった。本当によかった。まだ2体目チャレンジが残ってるぞ。そうだな、これで一突しちゃえばいいんだ。かけられるわ。どこら辺だっけ。ここだここだ。さてどこから行こうか。あちゃー、貫突済みの紫五条だったか。トゲを一突できなかったのは残念だが結果としては最高だと思うぞ。それもそうだな。そんでどうする。どうするとは。犬巻トゲはゲットできたが新規回想残死はまだ当たってないぞ。今回はこれで撤退してあげようか。お、いつもより優しいじゃん。まあね、まだ我々には1周年が待ってるから。こいつは1周年は大変なことになりそうだぜ。そんじゃあ今回はこれで終わりか。いや、これをやろう。呪術廻戦連載完結の記念でもらった SSR キャラ確定ガチャ、とうとう終わっちまったな。寂しくはなるが我々にはこのファンパレがあるんだ。今後もファンパレオリジナルストーリーを楽しもうじゃないか。霊夢にしてはいいこと言ったな。そうだ、みんなでファンパレを盛り上げていこう。来年にはアニメもやるかもしれないしな。頑張って動画も作っていこうな。引き続き大量の課金をよろしくな。え？そんじゃあ SSR キャラ確定ガチャ回すぞー。完結祝いとして未所持キャラで頼む。未所持キャラの影いたどりくんだったー。お、まさか本当に未所持キャラが当たるとは。これで工場落ちしたキャラでの未所持は究極メカ丸だけになるけど、まあそのうち手に入るということでいいでしょう。それな。そんじゃあ今回は新規回想残死は手に入らなかったけど、新 SSR の犬巻トゲと未所持キャラだった影いたどりが手に入ったことで影パーティーが強化されました。十分な成果と言えるのでここで撤退したいと思います。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。